まずは納豆、しゃぶしゃぶ、牛丼と食べ物をネタにし続け早5年、ライブ王宇津木功、イブラヒムと共に登場です。迎え撃つはあれも嫌い、これも嫌い、もっと嫌い、もっともっと嫌い、偏食の女王リゼ・ヘルエスタ、早瀬爽と共に登場です。まず宇津木功さんの大好物はこちら。どうぞ。俺か。俺の好きな食べ物。聞いてた？うちの。いや、え、違う。さっきだってんだよこっちは。ピリついてる、あんまりね、あんまり高そうじゃないの。自分の好物メニューぐらい読み上げらんないわけ。ごめん。殺すぞ。殺すぞ。怖い。ピリついてるから。はい。じゃあお願いします。俺の好きな食べ物。ドン。その1、ゴーヤチャンプル。自分で SE つけたの。その2、ドゥルル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 ルコールスローサラダ。その3、ドゥドゥドゥン、パイナップルピザ。素晴らしい。はい。続いてリゼヘルエスタさんの大好物はこちら。1品目レバニラ、2品目トマト、わかる。3品目カキフライですね。弱いね。以上の品々、もう分かったよ。実はこの中に含まれる食わず嫌いの一品を探り当ててください。はい、よろしくお願いいたします。ということでね、これはやりすぎですね、この番組は。大丈夫かなって。そのまんまですよね。大丈夫なんですかね。はい、これダメです、これ本当に。もうね、いつか怒られてほしいな、本当に。セットが。その時ってゲストも巻き込まれるんですか。そうです。私たち悪くない。4人で怒られちゃうから。なんで4人でチロ。頭下げるか。はい、まあ、謝ったら許してくれるだろう。謝ってくれない。そうそう、誠心誠意謝りましょう、そういう時はね。ってことで、まあ今回はパロディで、まあ、食わず嫌い食わず嫌いライブ、食わず嫌いブ王ですからね。決定戦ということですけれども、まあね、コウ君は、まあ、結構食べ物ネタがありますけれどもね。なんかそうみたいですね。なんか言い換えれば食べ物ネタっていうか、まあ真剣だもんな。ネタにしないでほしい。ごめん。そう、ガチだから。そうやった、ごめん。ネタと思ってないから。切りついてるな。実はそんなになんか関わりがないからさ。申し訳ないです。そして本気でリゼちゃんはね、超偏食。私知らんかった、そんなに偏食なの。まあ嫌いな食べ物の方が多いですね、多分。そうなの。そうなんや。偏食そうで、偏食そうっていうかね。何今の偏見。あ、そう、そういうジャンル。ちょっと育ちいいだろうから。いや、偏食をちょっと作ってるよね。どういう意味。私偏食なのみたいな。キャラじゃないから。偏食アピね。そうそう。何、ファッション偏食ってこと。違う違う、本当に食べれない、本当に食べれない。怖、なんかちょっと気についておりますが、こいつ。しゃべろ。自信のほどは。いや、なんかこのこのなんか一般論じゃないですか、この人出してきてるのが。まあ嫌いな人いるよな、嫌いな人いるよねみたいな。なんか小賢しいよね。確かにな、そこに負け。うずこはちょっと変化球すぎるやろ全部。確かに。いや、この時点でちょっと番組に対する気合の入り方の差。いやあると思うので、まあ打ち負かしていきたいかなと。なるほど、なるほど。はい、けどね、もうやっぱシンプルにいいからな。だってそもそもオムライスとかが好きな子供時代でしょ。いやこんななんかごちゃごちゃと難しそうな品名並べても、その時点でカンパ余裕ですよ。いやこれ芸能人が出る番組ですから。喧嘩しないで。仲良くやろう。なんかちょっと見た目だけいい感じに浮かしてろったかもしれないけど。しかもこの人、番組始まる前にちょっと探り入れてガチで勝とうときて。いや、ただの雑談をこの人が、あ、なんかそういう事前調査みたいなのするんだ。それは、視聴者のために言ってこと、それは本当です。本当です。ちょっと選択してない。ただの雑談なのに。いや、普段から食べ物の雑談しないんですかってことですよ。あ、雑談の一環としてね。これをなんかまず花瓶にピリつきやがって。心が弱いじゃないのは。心が弱いぞ。真の強者とは弱さと向き合えるもの。あ、もうそのあれですから。腕を組んでる姿勢は自分の精神を守るためのポーズ。心を見抜かれたくないっていう真相心。フロイトぶってるけどよ。告知しろだって。今告知。今。告知があるそうです。告知あります。私宇津木功、フォーカスオン二次三次シングルコレクション宇津木功が、9月6日水曜日に発売になります。
はい、収録楽曲は放課後シャングリラと何者の2曲。二次三次オフィシャルストアで購入すると特製で複製コメント入りのスクエアブロマイドが数量限定で付属するそうなのでぜひお買い求めくださいという。お願いします。感じで。あのフォーカスオンですか。あのフォーカスオンです。あのとどろく。はい、ということでね、9月6日発売ということで皆さんチェックしてください。はい、ぜひ、はい。結構いい感じになりそうな予感はしてます。良いね、はい。楽しみ。はい、じゃあちょっとピリついてますけども、はい、一旦和やかになったね、告知で。一旦和やかにね、ありがたいね、はい、告知でね、はい、じゃあ落ち着きました、落ち着きました、やっていきますか、まずね、うん、戦闘モード入っていくか、はい、戦闘モードね、やったりますか。じゃあちょっとぬるくなってたからさ、まあこんなショー別に食べるまでもないんですけどね、どうしても尺がいるってのは仕方ないっすね。もう考察でいいけどね、うん、なんならまあね、文字だけ見てこの3個の文字でもういけるよ、なんだこいつら。はい、まあでも俺の予想では、そうね、まず予想聞こうか、何も食べてない状態の予想、カキ、うんうん、フライはあ、まあいい線いってるわ、カキフライなんや、うん、なんかね、さっきトマト食べれるって探り入れてきてきたんだよ。あれは誘導、そうね、うん、別にそんなんじゃないですけどね、雑談ですけどね、けどあれは確かに誘導してた、いや誘導誘導、そんなことないですけどね。今日のリゼさんね、なんかフロイトぶりが激しいから深層心理を誘導してきてる、うん、メンタル声聞くから、いや別に偶然トマトだっただけですけどね、カキフライから食べてもらうじゃん、行こうか、じゃあ、あ、じゃあカキフライ行こう、別にいいけどね。、はい、どういうところが好きなのカキフライの、どういうところ、うん、やっぱあのミンチとか芋とかじゃない、うん、こう魚介類特有の良さがありますよね。あ、魚介類の良さ、そうそうそう、確かに生だと食べれないけど、うん、揚げてると食べれるみたいな人も多いじゃないですか。確かに生だと食べれねえじゃん、じゃあその流れだと。いや人もいるね、やばい、人もいる、人もいる、人もいる。カキフライ生食用はどうですか、カキの生ね、カキの生どうですか。いやまあ美味しいんじゃないですか。絶対嫌いじゃん、いやいや絶対嫌いだよ、何ちゃうやんだけどな。そういう揺さぶりかけるのやめてください。品名はカキフライなのに生のガキカキがどうこうとかさ、いやでもそっからだよね、大事だよね、その元自体が好きなのかっていう、やっぱ原始から話していこうよ、食材の話なんかこっちはしてないんですよね。だいたいカキは危ない、食べます、かけますか、トンカツソース、生危ない認識ね、トンカツソースをじゃあ林さんにかけてもらおうかな。わかりました、じゃあいっぱいかけていい、うん、うん、エリさん、カキフライの思い出は？カキフライの思い出？何かある？一回当たったことあるんじゃない？そっから嫌いなんじゃない？もしかしてトラウマ？食べ物の一つにそんな思い出ないっすよ。いやいやいや、結構トラウマとかね、あるタイプだもんね。いや、ないけど、別にトラウマなんて、はい、私の人生において PTSD とかないけど、ない、そう、ないけど、PTSD とかないけど、ない、食べていただきましょうか。はい、いただきます、はい、いただきます、じゃあ、実食、精神攻撃してる、いただきます、はい。まじまじと、うん、さあ見させていただきますよ。美味しい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 、うんうん、ああ、なんか肉厚でいいカキフライじゃないですか。ああ、カキ自体が肉厚で、ね、そう、中身がめっちゃ詰まってる系の、ああね、うん、何人が食べてるとこうまじまじ、いやそういう番組だから、そういう番組だから、そういう番組だから、これムカついてきたわ、だんだんマナー違反、物違反でしょ、確かにね、バッドマナーでした、バッドマナーでしょ、マナーでしたか、はい、いやまあ美味しそうでしたよ、うんうん、いいカキフライですよ、うん、いやでも結構リズさんってペラもあるキャラだからね、あんまなんかキャラじゃねえよ。なんとか喋るフロイトキャラとか言うじゃん、何でもキャラにする、何でもね、どうですか、まあちょっとポジティブな発言っていうよりかは言い訳が多かった気は、言い訳が多かった、これで好きだったら私好物食べて言い訳の多いもんね。どうする、そうか、その場合でもどうする、半分のに好物か、そうだよ、好きなんやからね、とんかつソースも非常にチョイスがいいですね、あ、いいですね、ブルドッグですよ、美味しいですからねこれね、うん、じゃあ行きますか、私たちのターン、どれ行く、どうしようね、どうしようかな、まず一番ないなって思ったのがパイナップルピザ、これだけ異色すぎる、異色すぎる、コールスローサラダはでも出てくる場所が限定されてると思う、うん、まあ、ご家庭でよく作るとこは分かんないですけど、うんうん、ま、ガチで好きじゃないからわざわざこうやって引っ張り出してきたのかもしれない、まあそれ何にでも言えるけどね。まあこの3つ全部そうだ、うん、でゴーヤチャンプルは、うん、シンプルに苦い、苦い、中学生なんかみんなゴーヤ嫌いやって、いやそう、いやいやいや、ソウルフードの可能性ありますから、なんだろう、そこに魂感じてる、やささゴーヤチャンプルにしよう、ゴーヤチャンプルにしよう、ゴーヤチャンプル、ゴーヤチャンプル変えてください、お願いします、ゴーヤチャンプル好き、ちゃんとゴーヤのとこ取ってね、うちなんちの血が騒ぐね。いやでもこういうどこ取るかみたいのでもう小賢しい、見て見て見て、
はい、さて、ゴーヤ2ついきます。多めに取るところをアピールね。うわなんか、うわ小賢しいわ。ブラフの可能性も出てる。そうね、あるある。どうですか？うん。口の中に。なんで閉めた？ゴーヤの苦みが広がって、美味しい。美味しいそうです、うん、今の話全部もう食べる前に出てたよ、苦味とかの話。いやまあでもゴーヤってこうなんか苦いのがいいみたいなとこあるからね、そもそも。逆になんで、ね、なんでゴーヤ好きなん、ゴーヤチャンプル好きなん。まあそもそも、うん、まあ、卵料理が好きで。あーなるほど。そう、卵料理の延長として、まあゴーヤも相性が割と比較的いいという。卵料理好きなのはガチだな、これは。私ちょっと怪しいと思う。え、ちょっとゴーヤに関する思い出語ってくんない？ゴーヤに関する思い出エピソードトーク。そんなないだろう。いやあるかもしらん。さっきカキフライに求めたでしょ。修学旅行で沖縄行った。あそこでゴーヤちゃんと初めて食べて美味しかったんじゃない？出会ったのね、そこで。サーターアンダギーも好きだしね。もう沖縄のもん全部好きだしな、うん、沖縄のもん、だから沖縄そばも好きだし。お前何を知ってんねん、うずき子の配信で言ってるもんね。沖縄トークしてるもんね。としてる、裏でしてる。普通にしてる。誰がしてるの、テニプリトークじゃない。いやいやいや、お前らずっとテニプリの話ばっか。沖縄サーバーあるもん。沖縄サーバーです。これ2人しか入ってないサーバーあります。ねえわ。沖縄あるある言いたいとか言ってな。はい、じゃあね、交代してもらおうかな。じゃあ次、うずき子。どうする、はい、イズヘルエスタの。レバニラでしょ。まあどうせな。うん。どうせトマトいけるだろうからの、そう、まずレバニラ行く。へー、なるほどね、うん、え、いいよ行って、レバニラでお願いします。なんか攻撃の手が緩まってない。 え、じゃあ何、レバニラあるある行く。レバニラサーバーあんじゃないの。まあいいや、はい、じゃあいただきます。はい、どうぞ。レバニラ、まあ、レバ苦手な人多いですからね。多いね、確かにね、うん、なんか血にいいんだっけ。そう、ね、鉄分、うん、鉄分サラサラにするんだよね。正直俺もあんまり食わんかもな、レバーは。うん、俺も食べない。確かにリジちゃんのやつ全部ね、なんか嫌いなやつが多い。うん、美味しい、美味しい、美味しいです。美味しい、うんうん。何マジマジ見やがって。いやいやいや、マジマジ見る番組だから。マジマジ見る番組でございます、うん、観察してんのよ。趣味人間観察。だけど美味しそう、美味しそう、うん、いい匂いもいいし、すごいね。なんか味付けはこれ何、焼肉っぽい味付けがしてある。なんかね、うん、美味しそうな匂いしてる。うちとちょっと味付け違う。初めて食べた風味の味がする、うん、なんか味噌っぽいよね、うん、見た目はね。味的にいいわ、ほんと焼肉のタレみたいな。うん、なんか焼肉っぽいっすね、ちょっと、うん、いいじゃない、美味しそう。いいっすね、うん、美味しいんじゃないですか。食べたい。どんぐらい好きなの、レバーは。レバー、うん、うん、でも厚切りのが好きっすかね。うん、怪しく見えてきたな、うんうん、食うの遅くね、うん、なんかレバーじゃなくてニラが苦手なパターンもあるからね。あそっか、確かに確かに。全部レバーもニラも大好きだから、レバーニラ OK ってことですよ、うん、あ、それ組み合わせできてるわけだから、ね、そうそう、美味しい。レバーの思い出は。レバーの思い出、あ、そんな。いつから、え、いつから好き、レバー。私はちっちゃい頃は好きじゃなかったけど、うん、大人になったら食べれるようになった。そういうのある、そういうのある。リアル感あるエピソード、ね、リアル感あるね。克服系ね、克服系。まあ、あと私ちょっと貧血気味なんで、レバー食べると良いという感じに。あ、うわ、作ってきてるなこれ。ちょっと作り込みがね、作り込み。あの、カキフライだって同じぐらい愛ありますからね。同じぐらい言ってたのに、なんか急に。いや、貧血と偏食ってなんかキャラ感、ね、あのさ、ないないない、なんか私のキャラを疑うのやめてくんない、全てにおいて。じゃあ次何いく。うーん、なんかもう賞味いいけどな。ねどうすかね。じゃあこの辺でパイナップルピザ見ときます。見とく、あ、まあ、どうせ食べるし、まあ、こんなもんはね、どうせ食べるからね、うん、こんなもん、こんなもんはちょろいっすわ。震えてないよね、大丈夫。開けてあげましょうか。ガタ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 。手が震えてるんじゃない、ちょっと。うわ、うまそう。あ、いきますよ。あ、動揺してるな。どうですか。うん、甘い匂いするな。言葉にならないぐらい美味しい。グッドです。え、なんか咀嚼期間さっきより長くない。ピザはちょっと長くなるよね、そういうものだから。ピザはね、うん、ピザだから大好物なんだもんね、だって。あ、大好物だよ、ね、あ、大好物っていうか、え、正直好物ぐらいのもある。あ、なるほど。でもこれはどうなん、パイナップルピザは大好物と言っていいね。え、じゃあさ、なんか4つ選べるときあるじゃないですか、うん、4つこう4分の1クワトロの時入れるってことだよね。あ、入れる入れる、クワトロは入れますね。マジか。
ウガトロにパイナップル乗せる、乗せない、絶対なんかついて出ちゃって乗せないって言うわけにいかないから、いや本当に好きな人ってさ一緒くたにするパイナップルを4分の1で、おなんならダブルでじゃあの入れて怒られたことあるから、いや半分パイナップル作ってきてるわそのエピソード、ピザパしたくないの、あ今作ったわあれこれパイナップルピザやん、なんでパイナップルピザが好きなん、いや元々は、うん、俺のその擁護したいっていう気持ちもあったけど、だからなんか少数派っぽいからね、パイナップル乗せんのが、乗せる派乗せへん派ってあるもんね、冷麺にリンゴ乗ってるみたいな、あそう酢豚にパイナップル、ね、マイノリティ大事にするキャラね、あそういやキャラじゃなくてね出たキャラキャラキャラ返しキャラ返しキャラ返しきた、うん、まあでもなんかその言うほどまずいかみたいな風な気持ちで、まあ、食べ始めたけど、うん、食べてみたんや、いつしかやみつきになってた、良さが分かってきた、逆張りがってこと、うん、いや逆張りってか引き立つ、逆張りキャラねバチバチです、ね、全然バチバチやな、はい、うん、私たち橋と橋がどうすればいいか分からんちょっとねやりづらい、レイさん病弱キャラでしたっけはめちゃくちゃ元気だが、うん、はい、じゃあ交代、交代させていただきます。ラストのラストはトマト、ね、食べていただきますか。いやもうね、うん、トマトだったらおもんないもんな、おもんないね、うん、トマトはおもんないわ、うん、おもんないって言うな、うん、もう先になんで置いとくか、トマト嫌いやねん、おもんないトラップ、おもんないよ、おもんないよ、いただきます、はい食べてください、えこれでもちょっと小ぶりめのトマトですね、うんうん、うん、そうね、フルーツトマト、どうなんやろ、フルーツトマトですか、普通のトマトです、気にされてるね、なんか、そうトマトですね、いやまあこうやって気にしかけておくことで詳しいってことをね、あそうアピールするってことです、いただきます、言っちゃってるよね、だから全部、はい、どう、まあトマトだよ、うんみたいなね、うーんトマトだよ、年穴みたいなね、トマト、うん、私もわからんな、トマト、いや、うん、特段なんか特筆すべきこと、トマト、好きなトマトの食べ方は今これ単品で食べてますけど、確かに塩とかマヨネーズとか、うん、オリーブオイルとか、オリーブオイルとか、うん、あでもオリーブオイル、カプレーゼとか美味しいですよね、はいはい、モッツァレラチーズとオリーブオイルとみたいな、バジルみたいな、なるほど、うん、バジル、トマトは違うくない、でもトマトじゃないなと思っちゃうね、トマトじゃないね、だってトマト食べてそうやんな、すごい、いつも食べてそう、いつも食べてそう、庭で取ってそうだしな、あ取ってそう取ってそう、私って庭でトマト取ってそうか、エルエスタの王国のエブリヘムさんって私のことを、いやなんか野菜は好きそう、でも野菜好きそうなイメージ、野菜好きっすね、好きな野菜多いです、うん、トマト似合うもんね、似合う、あ本当っすか、いやまあでもプチトマトとかフルーツトマトとか、うん、普通のトマトとかいろいろありますけど、うん、私全部好きっすよ、小さい時から、全部好きなんや、なんでその幼少期からの食の好み気にするいやいや克服タイプかなと思って、あいやでも全然小さい時から好きです、あですよね、なんとなくねですよね、そこは分かった、それは分かるわ、怖いわ、トマト小さい時から食べれるタイプだわこれトマトじゃないの、あのさ、なんで聞きながらそっちが動揺すんのよいやいやいや、いや今解釈一致しただけだ、あそうかそうか、あまあそうだろうな、うん、だよねっていう、まあまあ一貫性あるね、一貫性ありました、優等生なんで小さい時から野菜とか食べれましたよ、筋は通ってるわ、うん、あじゃあ交代しましょう、まあ全部いきますか、いきますか、はい、いきましょう、あとはコールスローサラダ、コールスローサラダ、コールスローサラダってそんな嫌いなやつおる、うん俺は好きだね、私も好きやわ、マヨネーズがめっちゃ嫌いとかでもコールスローサラダってそんなになんか、確かに、うん、マヨネーズ嫌いやんね、多分だからコールスロー嫌いな人って、えでもマヨネーズって卵だよ、えじゃあマヨネーズいっぱいいきますか、まあ、いっぱいとかないんですけどね、いっぱいとかないね別に、はい、いただきます、各食材が細切れになってる、どうですか、ちょ締めんといて、ん締めんといて、もう一口食べようや、うん、あー追加ベッド、うん、普通にね、美味しい、なんか酢が効いてる気がする、へーあーお酢効いてるの美味しいやん、あ、まあ、ちょっとねそんな感じあるよね、酢とマヨネーズみたいな、マヨネーズの酸味が、あ、マヨネーズの酸味なのかもな、ちょっと味を分解する才能がないんですけどいや実際細かな味感じてないんだよ、味分解する才能がないってことは、確かに、うん、嫌いやから、おでわかんねえ嫌いやから口に入れてるって感じ、何食ってもわかんねえ、どうだろう、なんかやパイナップルピザって一緒にどうでもいい枠説、うん、いやゴーヤチャンプル濃厚になってくるね、じゃあね、まあ、コールスロー、まあ、ちょっと懐かしい味もしつつ、なんでコールスロー選んだんですか今回は、うん、ちょっと珍しいんじゃないの、好きだからだからね、いや全部その珍しい目で一応コンセプトを組んでみた、うんうんうん、そんなにその頻繁には食べる機会ないよね、みたいな、頻繁に食べないよね、うん、なるほどね、わざわざ食いに行く系だもんね、そうちゃんと統一感を出すために
え、私が一般食材で選んできたのに、そういう小ざ、卑怯な真似をしたってこと。いや、しかも俺なんならコールスローはその意外と食べる機会そんなにないけど、まあ言うてコンビニで手に入るっていう、そのスタッフさんへの気遣いも含めてコールスロー選んだからね俺。なんならじゃあコンビニでサラダなんか一個選んでって言われたらコールスロー選ぶんだ。いや、それは気分によるよ。コールスローの時もあるし、さっきパイナップルピザ引っかかったのに。ここは否定するの、うん、いやいいですね、出揃いましたけれども。食べ終わりましたね。なるほどね。はい、では全品食べ終わったようですので、お二人ともじゃあフリップに、うん、本当は苦手だろうなと思うメニューを書いてください、お互いのね。え、これって相談ありですか？相談しましょう。食べなくない、別にそんな。いや、好んで。じゃあでもチョコ材なのが全部食べる機会の、でもゴーヤチャンプルを隠すために食べる機会が少ないのを2つ選んで。あー、ありえる。いや、なんか、うん、俺も完全に考察固まってるわ。あ、うん、固まってる、うん、そうなんや。チャンネル運営できるよな多分、うん、てか論文書こうかな。リザヘルエスタの苦手な食べ物について、考察チャンネル、考察、キモい。シンプルにね、リザヘルエスタがカキフライを嫌いすぎる。燃えてるじゃん。はい、よー、先手うずきこうヒロ。リザヘルエスタはカキフライが嫌いです。おー、はい、レバニラは割とそのや焼肉系というかの中では、うんうん、まああっさりめ、うんうんうん、なんかそのなんだろう、あれじゃん、油みたいな感じじゃないじゃん。いい、ね、実はあんま根拠ないんじゃない。いやいや、カキフライは揚げ物明確に。まあなんか俺らの質問に一番動揺してたのがカキフライ。質問は関係ないじゃないですか、うん、実食部分。いや、でもやっぱ、まあ、考察要素よそれは。まあ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 、まあ、よー、後手リゼヘルエスタヒロ。宇月光さんの嫌いな食べ物はゴーヤチャンプルです。と言いますと、エピソード薄すぎ。いや、俺全部薄かったから。それで言ったらね。それで言ったの。まあそうか、うん、いや、まあでもゴーヤチャンプルの異色さを消すためにパイナップルピザとコールスローサラダを一生懸命引っ張ってきた感がある。いや、パイナップルピザの方が異色でしょ、異色度で言ったら。おね。まあ食べてみたらはっきりするんじゃないですか。一番能動的に食べるものだからね。食べてみたらはっきりするんじゃないですか。はっきりしますか、うん、来ますかね。それでは回答が出揃いましたので実食です。せーの、実食。うん、うん、美味しいです。美味しいです。あー、うわー。うわー、これめっちゃ緊張する。よし、まあよしなのかな。うわー、ちょっとまあ当てにいったけどな。残したくない2択で残っちゃった。うわ、これじゃあさあリズヘルエスタがおもんないのかどうか決めに行きますか。もういや、そう、こっちの2択がさ俺ら得しかねえ。なんかさ、どっちを選んでもな方残すやん。外しても当たっても。うわー、パイナップルピザな気がしてきた。いや、いや、変えてもいいっすよ。でさ、私らがさ、私らがさ、なんかさ、うん、え、絶対好きやでとか言ってる時に、うずっ心の中で、にへへへ、こいつら。絶対候補から外れた安全圏だわ、みたいな。思ってんねん。うまくいった、みたいな。パイナップルピザってくる。いや、俺いつも心は笑ってるから。すべてをね、うん、あざけ笑って生きてるもん。あざけ笑ってる。よー。先手、うずきこう、ヒロ。ヘルエスタリザ、リゼは、レバニラが。大丈夫。大丈夫か、これ。嫌いです。だってそもそもトマトだけ野菜で爽やかで、うん、こういかにも子供が嫌いなもの、うん、誘導ですわな。まあね、わ、うん、かりやすいですわな。カキフライじゃないと来たらレバニラ、ね、あとレバニラやっぱ食べてる時間が長かった。もちゃもちゃって感じで。ロテリゼヘルエスタヒロ。宇月光の嫌いな食べ物パイナップルピザです。その心はと言いますと、パイナップルピザが正解だった場合外したらムカつくから。はい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 、はい、あーけど分かる、
あまりにも嘘すぎたしな。うん、てか、クワトロとか半分あのパイナップルして怒られたとか。あれ嘘ゲーだから。嘘ゲーだね。いやあえてのね。そう。そのなんか紛らわそうみたいな、そういう精神がよくない。ねえ、よくないね。実食いただきます。待ってね、うん、ちょっと待って。いや、タイミング合わせた方がいいかなと。せーのだよね、これね、うん、別に飲み込めないわけじゃないけど、勝ったわ、これ、うん、勝った勝ったいいっすよ、うん、はい、いいっすよ。せーの言って、せーの言ってあげようか、せーの、うん、せーの、参りました。美味しいです。うわ、パイナップルピザ好きなんや。うまい。パイナップルピザ一番好きだよ、まだ飲み込めてないから。この3つの中だったら、はぁ、うん、変なプライドで負けたやん。変なプライドで負けたね。いや、パイナップルピザ1個入れたら面白いと思いますって俺運営さんに言ったからね。いや、もうやっぱ面白だったんだ。いや、面白枠、ちゃんと、ちゃんと面白枠やったな。くっそー。え、なんでレバニラ嫌いな？いや、もうレバニラを、うん、その貧血だから鉄分取りなさいで、あー、ね、食べさせられる機会が多くて、はいはい、無理になっちゃった。ほうれん草でいいよ。ほうれん草でよかったか、ね、私の範囲はほうれん草で育たなかったことか、幼少期から、うん、コールスローはなんで嫌いなの？コールスローはね、なんか俺何してんだろうって気持ちになるよね、食べてたら。そう、なんでなんでなんで、なんか意味ない、美味しくない、意味ないじゃん、意味ないんよな。いや、だってそのキュウリとかキュウリキャベツみたいな、なんかあんま食べても意味ない食材多いし意味あるだろ。いや、やっぱ味のレベルが雑だったの。マジだったんや。何食べてるか分かんないみたいな。あれマヨネーズのゴリ押しじゃん、酸味がねっていうやつね、うん、いや、その野菜自体の勝負してないよね、あんまり。野菜で勝負してない、うん、確かに。そう、マヨネーズやもんな、あれはな。いや、言ってたこと当たってたな。当たってたな、当たってたわ。しっくしょー。コールスロー食べてる時間、はい、だいぶ虚無です、俺は。虚無でしたか。なんか、うん、味のレビューも細かなこと分かんないみたいな言ってたもんな、めちゃくちゃ。確かに言ってたわ。いや、すごいね、けど。こんな陽気なメニュー群に負けた。ざ、残念ですけれども。まあ、どうでしたか、やってみて。楽しかったですか、皆さん。いや、楽しかったですよ。楽しかったよ、めっちゃ悔しいですね。全然飲み込めてなかったしね、せーの。やっぱ実績ある企画だなって思いました。確かに。面白い。そりゃね。その話は掘り下げていただかないで。つまらなくなりようがない。なりようがない。では、終わりましょう、これで。はい。くそー。せーの。ありがとうございました。あの、俺がさ、はいはい、あの、リゼさんいつものやってあげてって言うからさ、武勇伝やってよ。なんか俺の武勇伝。これ俺もやんなきゃいけないの？二人でやんなきゃいけないの？何も言わないからすごい入ってね。何も言わないの、うん、打ち合わせしないから、うん、瞬時にすごいから入って。それもううずこうのバスゲームや。うずこうのがきついだろ。私がどんなこと言ってもすごいで拾ってくれる？すごいなんちゃらかんちゃらかんちゃららを拾うってことだよね。むずむず。打ち合わせする？一人の方がまあ寂しさはあっていいけどね。じゃあいきます。5秒前、4、3、いくよ。来いよリゼさん、いつものやってあげて。おう、聞きたいか、私の武勇伝。実はコンロ掃除がめっちゃうまい。あ、リゼさんのキャラに合っている。武勇伝、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 かっこいい。おもろくて、ありがとうございました。おもろいやん、普通に。おもろいやん、もう絶対出ないからな。おもろいやん。これ全体用のツッコミ、ね、全体用だ。ありがとうね、助けてくれて。いいっす。